トランプ大統領がね、ツイッター復活したということですけども、まあ筋書き通りというか、あれでしょ？新しい世界秩序っていうのが、トランプ大統領中心に構築されるわけでしょ？で、旧体制の支配者がツイッターっていうのを作ったんだけども、それを、だからイーロン・マスク氏が乗っ取ったような形になるわけですよね。しかも合法的に、多くの大衆の支持を得て。で、ユーザーがこれからは、その、イーロン・マスクさんと、ツイッターを、新しくできたツイッターを支持するようになりますし、まあ、この筋書きっていうのは結局トランプ大統領というか、トランプ世界大統領ですね、これ。トランプ総統と言ってもいいんじゃないですか。このトランプ総統が、自分の部下たるイーロン・マスク氏を、その筋書き通りに、まあ、ツイッターを買収するというところになって、まあ、それ見たかっていうふうにね、ツイッターに、まあ、いわゆる鉄槌を下したような形になりますよね。まあ、これが時代の転換点になるのかなというところもありますし、ニューワールドオーダー、新世界秩序の、その第一歩目が、まあ、メディアをね、手中に収めるってことかなと思いますし、そのメディアを統括するスペース X っていうふうなね、通信回線。宇宙通信回線をやっぱりイーロン・マスク氏が持っているっていうところ、それからね、車に関してはちょっとこれはね、電気自動車っていうのはどっちかというとやってみたけどそんなにうまくいかなかった例なんじゃないかなと思います。まあメディアとそれから通信も宇宙衛星ですよね。それから車、モビリティ、この車はまあちょっとうまくいかなかったような感じになりますけども、まあでもね、こちらとこちらはうまくいったんじゃないですか。ツイッター、メディアと通信っていうのは。これはかなり世界規模で抑えた。世界最大のメディアがツイッターですから、それをイーロン・マスクさんが抑えたことと、トランプ大統領がその上に統括してるってこと。で、モビリティに関しましては結局ね、あれですよね、CO2 とかなんとかに絡めて、うまく資金を集めるために、この、EV カーってのを世界中に販売したってことになりますよね。まあそんな事実は全然ないんで、 CO2 がね、車のガスの、影響だとか CO2 か、まあ、全然関係ないんですよね。全然関係ないけども多くの人は何も考えずにそれを思い込むので、結局そっちの方向に動いていったってことなんではないかなと思います。これからガソリン車が、ちょっと縮小傾向にありますけども、結局は、なんですかね、石油利権ってのはこれからも変わんないでしょうね。で、中国の方からその電気利権、太陽光パネルとかをかなり広めていったみたいですけども、これもすでにもう凋落していってなくなっていくんではなかろうかというところでございます。というところで返信完了です。ありがとうございます。